私たちでできる手はすべて試した。胸骨圧迫による心臓マッサージも AED も。風森さんは人工呼吸まで試した。 その絵がなくてよかったよ。あれだよね、黒田課長の話だよね。しかし、もはや何をやっても黒田課長は動かない。風森が人工呼吸をしても動かないのか。いや、危険どころじゃないね。多分、死んだ。死んだね。なんなら。くそ。汗だくになったまま、そら、机も蹴りもしますよ。汗だくになったまま、風森さんは机を蹴った。私もすっかり疲れ果てていた。人工呼吸までして。おっさん復活しないってことは、黒田課長は死んだ。今はその現実を受け入れるしかない。私たちは動かなくなった黒田課長に毛布をかぶせる。薄暗く無人になった署内。今やここにいるのは私と風森さんだけだった。かわいそうに。なあ、一体何が起きてるんだよ。どうしてこうなっちまったんだよ。風森さんもすっかり意気消沈している。結局私たちは目の前で一人の命を失ったのだ。救うことができなかった。黒田課長、なんですぐ死んでしまう。私はふとひらめいてテレビの電源を入れる。ラジオが通じたならテレビだってやっているはずだ。何が起きているか確認しましょう。若菜さん、こんばんは。大丈夫だよ。画面にはラジオ同様の緊急放送が映し出されていた。ただし、こちらは統一放送というわけでもない。各民放チャンネルでは政府発表と同時にそれぞれ独自取材をした映像を流していた。リエさん、こんばんは。チャンネルを次々に変える。ザッザッザッと切り替わるたびに映し出される映像はすでに地獄のような光景だった。311の時みたいな感じかな。煙に包まれる街並み。繁華街の中、ゆるゆるとした足取りのボートが市民を襲う姿。叩き割られるショーウィンドウ、燃える車、銃を構えるクリス。砲弾盾を持った、機動隊員の群れが群衆に打ち潰される円形。レンズに血が飛び散り、青空だけ映すカメラ。泣きわめく人々。焦って何を喋っているのかわからない記者。興奮する市民へのインタビュー。街頭中継中の記者に噛みつく何者かの姿。 噛みつかれんとこでやれや。銃声の響く商店街など様々だった。本当、何が起きてんだよ。てか、この地域だけじゃないんだね。逆に言えば全国津々浦々で パンデミックが起きてるってことだよね。またチャンネルを変える。治安出動をした自衛隊員の様子だ。ヘリコプターに装甲車両。もはや限界。戒厳令かではないか。燃やせ、すべて燃やすんだ。ピクピク野郎に情けをかけるな。ピクピク野郎。ザ。パニックにより暴徒化した市民が退去して、東京都 A 区の安藤銃砲店を襲撃しましたが、治安部隊に鎮圧されました。もっとなんか、その辺の絵欲しかったな。視聴者の皆さん、どうか落ち着いて行動してください。ええ、感染者は凶暴ですので近づかないでください。特に噛まれないように十分注意してください。また万が一噛まれた場合には病院に行かず自宅で待機してください。もうちょいゲームをあげようかな。この通り、屋外は大変危険な状態です。特に各地の病院から爆発的な感染拡大が報告されており、万が一噛まれて感染した場合は速やかに隔離をしてください。しばらくの間、私たちはテレビから流れるその情報の意味を咀嚼していた。その意味を飲み込むには若干の時間がかかった。いや、おっさん起き上がるだろうね。おい、感染ってなんだよ。何に感染するんだよ。正気か？マジで言ってんのか？今のを見て。風森さんがぼやくように口にする。また独自取材により今回のパニックが発生する直前の映像を続編入手いたしました。スクープです。スクープとかこの状況言ってられんでしょう。そこに映し出されたのは都内の製薬研究所の入り口の映像。定点カメラで撮影され公開されているウェブ動画だ。 アンブレラか。入り口からは遠い位置でごく軽微な爆破事故が発生したのがわかる。ガラスにひびが入り煙が吹き出す。その直後、猛烈な勢いで車が去る。そんな映像だった。いや、
アンブレラでしょ。伏せなくていいよ、分かってるから。皆まで言わなくても分かってるから。これは一番最初のパニックが発生したエスクにある製薬研究所です。時刻も最初のパニック直前のものです。製薬会社に問い合わせたところ回答はありませんでした。製薬会社が機能してたらの話でしょ。それはもう手遅れでは。製薬会社ってまるでバイオハザードみたい。風森さんのドラッグが云々の言葉を思い出す。我を失って暴れるアッパー系薬物の存在は確かに昔からある。どうにかして現実逃避しようとするなこいつら。痛覚の麻痺もそれでだろうか。まさか研究中の新薬でも漏洩して興奮してパニック状態になるとか、昏睡して無意識に暴れるような。風邪薬か何かでもあったよな。窓から飛び出して中学生がバンバン自殺するやつ。そういう薬害の類か、それかドラッグか。ドラッグに感染力はないやろ。それが大気中に流出してトンネル前のみんなはそれを吸うかどうかして、つまり感染者ってそのガスか何かを吸ってあんなことになってしまったのか。新種のウイルスか何かって線もあるよな。何にせよそんなのどう防げってんだよ。それでみんなあんなことに。規模は全国。それじゃあ私たちは一体。力なく風森さんが笑う。薬害でもウイルスでもまあ何でもいいや。あんのかよそんな都市伝説地味な話が。都市伝説とはまた違うくないこれ。あってたまるかよ。でも起きてんじゃん。なんだよ、何がどうしてこうなるんだよ、クソ。風森さんもどうやら状況の把握と頭の中の整理が追いつかないようだった。おかしくなっちゃった。それを言うなら私だって同じだ。原因がどうしたって？けそんな話がだな。今更何の役に立つんだよ。それはそうだね。それが分かったからといってな、俺たちに今忍び寄るピンチを解決してくれんのか。そんなやけにならないでください。情報は大事なんです。少なくともあとどれだけ待機していればいいのかくらいの目安にはなるでしょう。そろそろアメリカ大統領がミサイルをミサイルを準備してる頃じゃない。どれだけ無期限だよ。連絡も取れねえし助けなんて来ねえ。そもそも助ける役目だってのによ、警察なんて。こいつ現実を受け入れるまで遅かったくせに、現実受け入れた瞬間諦めんのめっちゃ早いな。待機もクソもあるか。終わりだ終わり。気がつけあっという間だよな。この世界はもうこれで終焉だ。投げ出すまでが早い。笠森さんはそう言って立ち上がり、机やロッカーを引っ張り始めた。何をするんです？見りゃわかるだろ。入り口を封鎖する。トンネルからどんどん流れ込んでるの見たよな。じきにここもあの白目向いた連中であふれかえるぜ。村からよそに逃げようにもな。それにはあのトンネルを通らなきゃなんね。無理だろ、もう俺たちは積んでるんだ。署を封鎖する気？待って、それじゃあ警察に助けを求めに来た村民も締め出す気？村民なんてもう残ってんのか？職員で笑ってるからっつってな。さっきから一人でも署に誰か来たか？それは110番だって通じないこんな状況。村民が警察を頼りに来るかどうかも確かに疑問だけど、少しくらいは誰か逃げ込んでも来てもおかしくない。新流行り神ビレッジ。この数時間、道案内や遺失物の届け、罰金の支払いに来る者すらいない。そもそも表通りに通行人の影すら見えないのだ。俺らが高い引きの間ああなる前に逃げたのか、みんな死んだのか、そこは分かんねえ。一つだけ言えるのが、今村に取り残されてる俺たちは完全にアウトってことだ。だからな、もう諦めるしかねえ。あ、でもこの村だけじゃないっぽいよ。全国っぽいよ。そんな。なんでやねん。身内もめやないか、ただの。風森さんは完全に捨て鉢になっている。考えた上でやってる行動じゃない。ライアーズアート、やかましいわ。やけになった風森を冷静にさせろ。ライアーズアートってこういう使い方な。気持ちはわかる。自殺する気ね、そこまでいってないでしょ。まあ気持ち、いや落ち着いてかな、ストレートに。気持ちはわかるって何の気持ちやねんって感じやけどね。少し落ち着いて。ここに立てこもってもどうにもならないわ。十分落ち着いてるよ俺は。うるせえな、落ち着いてるね。投げやりな言葉だが、確かにいつもの風森さんよりは落ち着いているかもしれない。それは悪口だよ。いや、それは諦めているせいか。あ、下がった？あ、動かずか。とにかくここで籠城を決め込むのは得策じゃありません。
じゃあどうすればいいんだよ。え、この状況の風森をどうもこうも考える、決まってるじゃない。考える、いや、これは決まってるじゃないって言いたいな。決まってるじゃない。どうすればいいって、決まってるじゃないですか。何かあるのか。あ、勢いでそう言ってはみたものの、確かによくよく考えてみれば何もなかった。お前一番嫌われるやつやんけど、それ。考えるまでもなく何も決まってはいないのだ、テヘベロ。お前な、こんな時につまんねえ張ったりはやめろよな。めちゃくちゃ無駄遣いした。あ、やばい。どっちみちこうなっちゃもう世界はおしまいだ。ならせめて死に方くらいは選びたいだろ。俺はおっさんみたいに噛まれて死ぬのはごめん。なんでそんな諦めんの早いん。俺でももうちょっとあがくよ多分。やっぱり風森さんは諦めきっている。そんな彼にどう言えばいいのか。諦めないで。前は幹かな。ガシもいや、終わってないわ。諦めないで。ガシもいや。いやもう何選んでもわかんねえよこんなの。このままここでガシも嫌です。備蓄なんて所内にあると思ってるんですか。そうだな。だが噛まれて死ぬよりはマシだ。いよいよ食うもんもなくなって死ぬってなりゃ首でもくくりゃいいんだ。何をバカなことを。病気か。バカなこと。餓死するって考える方がバカだろ。そうなる前に死ぬ手立てなんていくらでもあるぜ。首を吊るにしろ、手首を切るにしろ、飛び降りるにしろ。いやどうだろうね。それ間接的には飢えて死ぬって話じゃないですか。飢えて死を選ぶのも餓死、というのも餓死と同じです。ん、あれ、そうなるか。ウィークすんな、腹立つ。あれ、動かねえな。さっきテレビで言ったの聞いたでしょ。自衛隊が治安出動で鎮圧をしています。それがどうした。ワンチャンにかける。政府は生きてる。助けを待とう。戦いましょう。いや、これは普通に考えて政府は生きている。助けを待とうはちょっと無責任すぎるから、政府は生きてるでしょ、戦いましょう。だから私たちも戦いましょう。こんなところでうだうだしてる場合じゃないわ。無茶言うな。機動隊ならまだしも、捜査員の俺らに何ができるってんだよ。大体銃も通じなかったし、ここにはろくな武器もねえだろ。そもそも戦闘集団でもないんだよ警察は。ロケランとかないの。いや、武器を持って敵を倒そうって意味じゃなくて、この状況に立ち向かおうって意味ですよ。あげるらしいんだよ、言葉から選べよ。あれ、なんで。え、もう殴り合って殴り合ってどっちかが死ぬまで殴り合うか。だから世界はまだ終わってなんかいません。最後ってだろ、時期に終わる。行くじなし。なんか無駄遣いしてる気がする。まあもうこれ無理か。行くじなし、あなたはただ怖いだけですね。当たり前だろ、怖くて仕方がねえ。何も頼れない状況なんだぞ今は。ダメだこいつ。私だって怖いです。でもまだなんとかなると思ってる。最後を見届けるまで諦められません。意外と楽観的なやつだったんだなお前は。上がれ上がれ。なんでやねん。こっちはカリチポイント使っとんねえぞ。警察署内ってことは2かな。もうタイラント追ってくるやん。冷静になって、焦ってもどうにもなりません。焦ったって落ち着いたってどうにもならないのは変わらねえよ。それもそうだけど、私の説得に耳も貸す気もなく、風森さんは乱暴に入り口の封鎖を続けた。あ、え、これもうダメだよね。だからこのクズが。私は風森さんの前に立ちふさがる。口でダメなら実力行使しかない。どけよ。ガタンゴトンと音を立てて空になったロッカーを風森さんは蹴飛ばす。冷静さを完全に失っているようだ。選択肢が雑なんよな。どうぞどうぞじゃないよ。ダチョウクラブすな。どかない、どうぞどうぞ。切れる。切れたいのは山々なんだけどね。なんで切れるのにカリッチポイントを使うのか不思議でならんもんね。どうせなんか良くない方向に今行ってるから、切れるか。切れよな。だからもういい加減にしてよ。
どうしてわからないの？そんなことしたってどうにもならないの？バリケード張るのは意味あると思うけどね。ならねえわけねえだろ。今こうしてる間にもだな。感染した連中がどんどんやってくるんだよ。バリケードは意味あると思うよ。俺も。怒鳴りながら風森さんはドンと乱暴にソファーを入り口に蹴り倒す。だからってこんな無計画の老女はバカなやることよ。ああそうね、バカだもんね。ああバカで悪かったな、畜生。売り言葉に買い言葉でお互いに喧嘩腰の怒鳴り合いがヒートアップしていく。風森さんは一層乱暴に椅子の一つを投げ込んだ。やっぱりお互いどっちかが死ぬまで殴り合うしかないんじゃない。ガシャーンと今の勢いでガラスが砕け散る。あーくそ、まあいい、どうせ塞ぐんだ。ガラスなんて感染者が叩いたって割れるしよ。危険でしょ、割れたガラスをこのままにしておく気？てかそんなちょっとした衝撃で割れるガラスを警察が採用してるってどうなの。言われなくても片付けるっつーの。めちゃくちゃ気まずいよ。割れたガラスに近寄った風森さんが急に目の色を変えた。うわ、どういうこと、クソ。どうかしたの？感染した連中もうここに来やがった。そんな、まさか早すぎない？ゾンビがゆっくりとは限らないよね。めちゃくちゃ足早いゾンビもいるかもしれない。トンネルから侵入してきたならあと最低数時間はかかると思っていた。いや、あそこ以外からも侵入していたの？同時多発的なもんならすでに村内にもいた。それは一体どれだけの人数なの？私も窓の外を見ると 5,6 人の白目を向いた感染者たちがずるっと足を引きずりながら署の周りに集まっていた。言わんこっちゃね。だから早く塞げっつったんだよ。風森さんはガタガタと音を立てて倒したソファーを割れたガラスへと寄せる。え、早く研究所探そう。その時、何？割れたガラスから、ニュッと手が伸びて風森さんの手を掴んだ。どこに隠れてやがった。あ、バッテンド。ガラスの間の支柱と壁の完全に死角になっていた位置からだ。風森さん。私は慌てて駆け寄り反対側から風森さんのもう片方の腕を引く。引っ張るより先にこいつの腕を振り払ってくれ。でもここで手を離したら、凄まじい力で風森さんはぐいぐい引っ張られている。風森さん自身と私とで2人分の力でも競り負ける。いやー、ギュンと突如風森さんは勢いよく引っ張られ割れたガラスに腕を押し付けられる。キャー、吹き出した風森さんの血で窓が瞬時に血に染まった。風森かじられてる。くそ、音が仕事しすぎ。ガキグチュメキメキ、何か嫌な音が響く。風森さん。私がもう一度風森さんの腕を引っ張った途端急にスポンと抵抗が消え、そのまま私は風森さんごと床に倒れ込んだ。風森さん腕が、ダメだダメだ、それさもう捨ておけ。風森さんの片腕が肩から先が切断されていた。ピューピューと吹き出る血が床を血の色に染める。パキッパリンパリンパリンとガラスが砕け散る。シャリシャリと崩れた破片が血だまりの床に散る。もう助からない。そいつはのそっと幾人もの感染者がパキパキとガラス片を踏みしめながら侵入してきた。苦しみのたうち回る風森さんと何ら抗う術を武器も持たず腰が砕けたまま呆然とする私。あ、これはもう私たちはこのまま彼らの餌食となって終わってしまうのだろう。恐怖すらも麻痺し抵抗だけが私の中にある。目の前に迫る幾多もの爪と死がの前で死の訪れだけを私は理解した。ハンクみたいなやつ来ない？こうやって突入してこない？あ、終わった？あ、終わったわ。あれ？おかしいな。オーバーオーバーつって来るんじゃないの？オーバー違いでしたね。はい。え、これさすがにあれだよね。最後の選択肢を間違えたわけではないよな。新選択。
これ見つけるのめんどくさいよな。どっから分岐したっけ。パンデミック、パンデミック、パンパン、パン、パンデミック、パンデミック。これか。これのライアーズアートからだよね、きっと。やけになった風森を。なんかやだな。めんどくせえな。ライアーズアートからやり直すのって初めてじゃない、きっと。落ち着いてはやった。気持ちはわかる。自殺する気ね。黙って見た方がいいのかな。気持ちはわかる。ひよった。気持ちはわかります。だけど、お前に何がわかるってんだ。あの未来が見えて仕方がないんやけど。わかるならお前も手伝えよ。わかるってことは同意してるってことだろ。思ったよりこいつダメやわ。気持ちはわかるけど、同意はできないって言ってるんです。じゃあ紛らわしい言い方すんなよ。さあ、お前も手伝え。だから、ちょっと言い方がまずかったか。ダメだ、ダメだこいつ。へえ。とにかくここで籠城を決め込むのは得策じゃありません。じゃあどうすればいいんだよ。じゃあな。どうもこうも。考える。考えてみよう。な、一緒に考えよう。それを考えるの。焦ってもいけないし、決め込んでもダメ。情報を集め、最善を探す。短期な行動はダメよ。偉そうに言いやがって。俺だってな、最善手を考えての行動だぜ。そんなことはない。諦めるのが早すぎる、お前。俺もびっくりな諦めの速さだよ。これが？そうとは思えません。衝動的にやってるだけでしょ。そう言われりゃ確かにそうだがよ。猿ぐらいの決断力だよ、それ。そう、まずは考えること。そこから始めないと。頼むで。分かった。なんか知らんけど、どっちみちこうなっちゃもう世界はおしまいだ。ならせめて死に方くらいは選びたいだろ。ほら、おっさんみたいに噛まれて死ぬのはごめんだ。やっぱり風森さんは諦めきっている。そんな彼にどう言えばいいのか。終わってないわかな。意外に聞いたもんね。終わってないわ。まだよ、まだ終わっていません。終わってる、もう十分見ただろ。あなただって見ましたよね。少なくともマスコミはまだ生きてる。これがどういうことか分かりますか。連中がしぶといってだけだろ。いやそうじゃないんです。なぜか上がる。さっきテレビで言ってたの聞いたでしょ。自衛隊が治安出動で、鎮圧をしています。それがどうした。政府は生きてる。助けを待とう。戦いましょう。ダメだったよね、確か。助けを待とう。あ、戦いましょう。OK だったっけ。あ、どれが OK だったっけな。政府は生きてる。つまり、まだ政府は生きてるんです。世の中は完全に終わったわけでもありません。今の日本を鑑みて、政府が生きてるって言われた方がちょっと絶望しかねないけどね。だから時間の問題って話だろ。警察だって生きてるぜ、ここの署に限っては。俺とお前の二人だがな。それで何かできるか。それはへりくつでしょ。少なくとも凶暴化した人たちやボートにも自衛隊なら対抗し得る力があります。頼むで。あら、だから世界はまだ終わってなんかいません。バフだと政府は無能だしな。現実世界でも政府は大体無能だよ。最後っぺだろ、時期に終わる。どこが上がったんだっけな。上がったっけ。そもそも育児なし終わらない。とりあえず諦めない姿勢を見せることが大事なんじゃないかな。終わりません。終わってませんよ。何も終わりませんよ。終わらないわ。まだ終わらないものはねえよ、この世には。悟りすぎだよ。悟り世代かお前。そして今まさにそれが迫ってるんだ。そもそも終わらないって保証はあるのか。この有様を見てか。ないけど。ああ、何なんだよお前マジで。もうほんと殴り合おうぜ。とにかく冷静になってお願い。気絶するまで殴った方が早いよ。俺はこれでも精一杯冷静なつもりだよ。冷静さを欠いているのはお互い様だったかもしれない。ともかく双方少しはクールダウンできたかも。セーフこれ。一通り争って疲れたのか、風森さんもじっと床に目を落とし黙り込んだ。とにかく冷静に判断して行動しましょう。村だってまだ無人になったわけじゃありません。ああ、分かったよ。お、分かってくれた。
ぼそりと風森さんもそうつぶやいた。いくらなんでも村に私たち二人だけってことはない。冷静に考えればそれくらいは彼だってわかること。だが封鎖作業は続けるぜ。いや、バリケードは大事。バリケードは絶対やった方がいい。そう言って再びギギッと机を押す。さっき見ただろ、銃砲店が襲われてるの。感染したやつはともかくとしてだな。それに対抗しようとする一般市民の方が問題だぜ。確かにそれはそうね。暴徒化したってやつか。パニックに陥りゃ人なんて簡単に暴徒化しちゃう、暴徒と化しちまうんだ。我を失って武器を目当てに襲撃してくるかもしれねえ。銃なんて銃砲店か警察にしかないんだからな。下手に素人がそんなの振り回してみろ。被害は軽く数倍になるぜ。牢城じゃなく村民への被害を防ぐための封鎖。それなら私だって反対する理由はない。守るべき村民は同時に村民に危害を加える暴徒にもなる。複雑な気分にもなるけど、それは忘れてはならない点だ。うなずいて私も風森さんと一緒に机を運ぶのを手伝った。よし、入り紙やかましいわ。